ご案内いたします。五稜郭は日本で最初のヨーロッパスタイルの城郭として北海道で唯一の特別史跡に指定されております。降り口右側には函館や五稜郭の歴史に関する展示スペース五稜郭歴史街道がございます。まもなく最上階展望2階です。お帰りの際は混雑防止のため一つ下の階からエレベーターをご利用くださいませ。最上階展望2階でございます。ごゆっくりどうぞ。
ゃ見えるこれ。ちょっと船歩けない。